き、長谷川とファジーカスが言っていますが、7秒アタックしてスペースありました。まあ、ピークの場合は3も警戒しなければいけませんからね。3どうでしょう。リバウンドスコット強い。ダブルチームをかわして、そしてスコット中央。今早速川崎が、井口さん、ダブルチーム来ましたね。エンド打ってきました。リバウンド下ろしたです。外ピークトップの位置空いた。セカンドチャンスの3が来た。マジーカスのポストアップか。逆サイドには誰もいません。そのまま自分で行きますが、キースセカンドチャンスはロシターのブロックです。キース、ピーク、あっとマジーカスをくぐり抜けてピークコーナー。川崎タイムアウトです。今もロシターからでしたね。そうですね、ロシターのキックアウトからイカルガ選手、このドリフトしてた、よく LJ ピック見せたな。ここは比江島、さあこれをどうするかというところ。3秒でピークのカットイン。押せないファジーカス、逆サイドから守ります。さあ今度はディレクターしてる。そして比江島から竹内康介走った。増田が出る準備をしています。ファジーカスヘルプに行ったところ、ピークコーナー開いた。ピークも2本成功です。まだ来ないですね。遠藤どうでしょう。あ、ロシターがタップしました。やはり今もハイロー狙ってましたね。篠山テイクを入れながらアギラールへのハイローを防ぎます。比江島フェイクを入れながら熊谷をさばいてミドルショット。比江島今日初得点です。渡辺が出る準備をしていますが、比江島ロングトゥーを打ってきた。2本連続成功。いいジャンパーだ。昨日より改善されたのはペイントタッチの回数も増えてますんで、できればフリースロードローなんかもあってもいいかもしれないですね。エンド来ました。これですよね。やっぱり辻直人のスリーポイント方法とかありますんで、簡単にダブルチームいけないですよね。遠藤、おお連続できました。ピークと遠藤のパス交換でした。5秒、イカルがアタックです。おお、いいフィニッシュ。シュートなのかパスなのかの判断。ロシター、これは簡単にエンドインバウンスからの得点です。ファジーカス、このクォーターだけで2本スリーを決めています。あ、2つ目ですね。遠藤やり返せるか。遠藤はこのクォーターだけで3本目です。比江島に放り込んでベースライン際ヘルプが来て、今度はスコットファールもらってバスケットラウンド。初めてスコットとの合わせがうまくいきました。選手よくこのバーンズパスのコース見ましたね。ファールもらいながらバスケットラウンド。これも藤井の激しいディフェンスです。竹内が出る準備をしていますが、テーブス裏抜け。テーブス5秒、アタックして渡辺打ってくる。来ました。ここで3をつないできた渡辺。3秒、ここから打ってきます。リバウンドはリングに当たっています。ギブスが決めてバスケットバウンドです。こうですね、ショットフェイクで飛んでしまったところでしたね。エンド、スコットの後ろからです。エンド、これで4本目。2桁乗ったところですね。おファジーカスのところ、スコットを奪います。ファールありません。エンド走っている。ロシターも走っています。ピーク、あー、ファールもらってバスケットカウントになりました。今これを決められないともう流れは来ませんよというシーンだったんですが、長谷川の2つ目のファールです。そしてスコットのバスケットカウントです。ダブルチーム行った。
スコット、また篠山ファイトオーバーしてくる、ボールを動かしてロシターベースラインカットから来ました。打てないか、5秒です。動きながら打ってきます、ラインを踏んでいます。あ、バスケットカウントの判断ですが篠山のファウルです。この後ですね、あ、裏じゃないですね、ボードに当たって跳ね返ってきてますね。